や、ここに来るまで、オニール、オニールと同じタイプの火炎放射の雑魚が3体もいるっていう恐ろしいところでしたけど、全員倒してきました。ホテルは問題ないぞ。ユキコ、装置の方はどうだ？準備万端。じゃあ、座標をそっちに送る。これよ。なんだ？携帯型の安定化装置よ。オニールはああなる前にこれを作っていたみたい。これで小さいエリアを安定化できる。きっと炎を避けられるわ。小さいとは？拠点くらいの大きさね。身を守るには十分だ。よし、操作方法は？そこが問題よ。試作品だからちょっと不安定なの。私が操作するわ。炎の壁の真ん中で故障したら最悪でしょ。だが連れていけない。危険すぎる。あなたが中に入れなかったらここも危険になる。隠れるのはもううんざり。この状況を切り抜けるには協力するしかない。これがリリーを助ける唯一の方法よ。それに精神分析が必要になったら。他に誰かいる？説得の仕方を心得てるな、ユキコ。もちろん心理学者だもの。そう、準備が必要でしょ。終わったら声をかけてね。うん。お、鏡。おっと、これは弾がいっぱい。フリーズボルト。準備はいい？大丈夫だ。行こう。オッケー。先に行って。私が装置を運んで操作するわ。炎からは守ってくれるだろうけど、化け物は止められない。心配するな。俺が何とかする。やってみましょう。うまくいった。円から出ないように気をつけて。行きましょう。狭いな。炎が邪魔で何も見えない。化け物にだけ気をつけて。え？ついてきて。敵も分かってる。敵来るの。うお、一体こっちに来るわ。任せろ。え？どこ？どこ？来るぞ。後ろに気をつけろ、ユキコ。これはあなたの仕事。どこ、どこ。これはいい。あちこちから来るぞ。私のポーチに弾がある。使って。どこ、どこ。え、どこ。あ、え、シルゲットできないじゃん。どこ。倒した、倒した。ビル全然ゲットできない。あとどれぐらいだ。入ってみるとより長く感じるわね。近づけたくないんだ。いい傾向だ。俺たちを恐れている。敵は？止まるな。あと少しだ。待って、安定化装置がおかしい。お、マジか。直せるか。今やってる。後ろはお願い。え、後ろ。どこ、どこ、どこ。ああ、早く直してくれ。で、
ヘッドショットめっちゃ強い。行きましょう。ギリギリだったな。え？試作品だって言ったでしょ。あ、シルゲット、シルゲット。うわー、ショットがフルだ。まだ？そろそろ後悔してきたか？あ、入ってる、入ってる。リリーに対する罪を償うチャンスなの。そして、ステムに入れた人々への償い。だから、後悔はしてない。今、見られた。どこ？うわうわうわ。タックルが食らってる。まずい、皮膚で焼ける。でも後しかしたやり遂げたりする。うわマジか。うわマジか。大丈夫？いや大丈夫じゃないぞ。あぶれー。え？うわ、いっぱい来てんじゃん。やばいよ。回復しようかい。アイテム、アイテム。ユキコ、どうした？また故障した。おい、嘘やろ。急げ、さっきより熱くなってきたぞ。どこ？最悪だ。大丈夫？いや、大丈夫じゃない。急げ、どこ、どこ？さっきより熱くなってきたぞ。うわぁ。あー来てる。よし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 、いいぞ。アイテム。え？すまないユキコ、奴は必ず倒す、約束だ。結局俺だけになってしまった。だが俺は諦めない。ユキコまさか、いやまさか死ぬとは。
マップはマップ。ノーマップ。ハーブ、ハーブ。セオドアの経典1。1ってことは2があるっていうことか。ボスじゃないだろうな。広いぞ。帰ってきたのですね、セバスチャン・カステアです。ああ、だが前とは違う。逃げられると思うな。セバスチャン、急に強気発言していくぞ。やめてくれ。ノーマップ。おお、ああ、セーフハウスみたいな感じ。アサルトポーチ来た。アサルトでも弾一つも持ってないけどね。